キリンビールの布施社長が急性、後任は磯崎キリンホールディングス社長が兼務へということでキリンホールディングス傘下のキリンビールの布施孝幸社長61歳が急性したことが3日、まあ、取材で分かりましたとキリンビール社長は当面キリンホールディングス社長の磯崎氏が兼務する方向で調整していると キリンホールディングスは三、えー、日の午後一時に正式発表するということでも発表しているということでしょうね。うん、キリンが、えー、ホールディングス傘下のキリンビール、えー、不正社長不正氏は、えー、2015年にキリンビールの社長に就任されて、えー、20年には、えー、ビール類、えー、ビール発泡酒第三のビールのシェアで11年ぶりの首位をアサヒビールから 奪還するなど王座の復活復元に着力したと注力したとキリンビール社長は当面キリンホールディングス社長の磯崎氏が兼務する方向で調整しているということですが不摂、えー、氏は82年に早稲田大学卒業後キリンビール現キリンホールディングスに入社首都圏営業企画部長やキリンビールマーケティング社長などを経て10年に産科の小岩い入業社長に就いたと え小岩乳業ではリストラなどで再建をえ主導したと営業畑がえ長く現場の人からえ人望が極めてえ厚かったとさしがえ最大のえ功績はトップシェアの奪還だとえ就任当初15年頃は朝日に次ぐえ万年2位が定着していたが主力のビール一番搾りを底上げに成功したほか、 18年に投入した第3のビール、本麒麟を大ヒットさせ、シェアを急速に伸ばしたと、就任以降はトップのアサヒとのシェアをじ,じわじわと縮小させたということで、ダイヤモンド編集部の試算によると、20年1月から12月のビール類の市場のシェアは、麒麟が37.0%で、アサヒは35.4%。 1.6ポイントの差をつけてキリンが悲願,願の逆転を果たしたと「週刊ダイヤモンド特集」2016年総予想2015年12月26日16年1月 2, 1月2日の合併号ではアサヒビールのこれがコウ社長ですかねコウ社長と当時,当時のコウ社長と二強のトップ同士による対談で史上初めて登場ということで 対談では布施氏はシェアの競争という負の遺産が業界の短期的な発想を中心にし市場が過、えー、等,等競争に陥りレッドオーシャン化したもっと中長期的な発想でビール業界を魅力的にしていきたいビールメーカーは人々に明日への活力を届ける社会的使命があると私は自負,自負していますと、などと語っていたということなんですけどね。うん これは、ね、本当に突然の訃、ね、報ですよね、驚きますよね、うん心臓系の、ね、ご病気、お持ちだったんでしょうかね、はたまたコロナと何か関係あるか、ワクチンを接種された後なのかというのがちょっとで謎というか、書いてないんですけどもね、うんこの方、本当、社,社員のことを、ね、第一と、えー、新しいキリンのイメージをなされた、えー、来たばかりということでね、ここ数年は。 糖質ゼロのビールなどをね気になるキリンビールの商品が増えていましたよね、うん、社長さんの、ね、あの力もあったのかなぁと思うんですけれども、うん、ビール会社の社長ということなんで、やっぱりアルコールもそれなりに飲まれてるということなんですかね、うん、まあ、職業とはいいね怖いですもんね、うん、今ね素晴らしいね改革派の方でね、ねこれからますますの、ね、活躍を期待していたのですけれども、本当に残念ですよね。うん ね、布施孝之、社長の、えー、ご冥福をお祈りします。ということで、えー、本日のニュース、ためになった方、チャンネル登録、を評価、お願いいたします。では、次のニュース、お会いしましょう。それでは、さようなら。